皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第147段2回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「く」。次は「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みます。次は「れん」という漢字を崩したもので「れ」と読みます。 次は、はという漢字を崩したもので、はと読みます。上は、も。下は、道路のロという漢字を崩したもので、ロと読みます。2文字、とも。次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、き。2文字アヒ、あひ。 次はぬ、ぬそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。くるれば、もろともに、きあいぬ日が暮れると、二人ともやってきて、ばったりと会うのであったとなります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、もの。次はお、を。 そしてす。次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。下は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。2文字、上は、た、下は、おどり字です。次は、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。2文字、なし。2文字、やう。 これはにという漢字を崩したものでにと読みます。次はお、これはこ。次は春という漢字を崩したものですと読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。物を起こすればただ同じように起こす。 物を送るときも全く同じように送ってよこすとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、い。次は、川という漢字を崩したもので、つと読みます。次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、ま。 これは、さ。次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。これは、さとという漢字を崩したもので、りと読みます。次は、と。二文字、イフ二文字、ヘク次は、も。二文字、アラそして、はるという漢字を崩 したものですと読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょういずれ勝されりと言うべくもあらずどちらが勝っているということはできそうもないとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは女次は思う これは2文字、わつ。これはら。次はひ。これはぬです。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。女、思い患いぬ。女は思い悩んでしまった。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれはこのという漢字を崩したものです。次は人。これはの。次は心という漢字を崩したものです。2文字、刺し。次はの。これはを。これは道という漢字を崩したもので、ろと読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 二文字、なら。次はものという漢字を崩したもので、はと読みます。これはい。以上のいを崩したものです。次はつ。これはれんという漢字を崩したもので、れと読みます。次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。これはも。2文字、あふ。 二文字、まし、上は「け」下は「れん」という漢字を崩したもので「れ」と読みますこれはと。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうこの人の志の愚かならばいずれにも合うまじけれどこの男たちの愛情がいい加減なものであったなら どちらの男とも結婚しないだろうけれども、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、これという漢字を崩したものです。これはも。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはれんという漢字を崩したもので、れと読みます。 次はも。これは月。これは日付の日。次はを。二文字、へて。次は、家という漢字を崩したものです。読み仮名は二文字、いへ。次はの。これは、門という漢字を崩したものです。読み仮名は、かとと書いてあります。 次はに。これは立つという漢字を崩したものです。読み方は上は多いという漢字を崩したもので、たと読みます。下はち。次はて。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。これも彼も月日を経て家の角に立ちて、 この男もあの男も長い月日にわたって家の門のところに訪ねてきて立ってとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは「いよ」下は「道路の路」という漢字を崩したもので「ろと読みます次は「山水のつ」という漢字を崩したもので「つ」と読みます これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、心。2文字、さし。次は、超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。2文字、見え。次は、け。これは、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。 次は志という漢字を崩したもので、しと読みます。これはおという漢字を崩したもので、わと読みます。下はひ。次はぬ。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。よろずに志を見えければ、しはびぬ。 いろいろと気持ちの熱い言葉をうかがわれたので、女はどうしたらよいか困ってしまったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはこれという漢字を崩したものです。読み仮名は上は子、下はれんという漢字を崩したもので、れと読みます。二文字、より。 次は、も。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。二文字、より。次は、も。これは、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。二文字、なし。二文字、やう。 次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。これは「を」。次は「こ」。これは「する」と書いてあります。次は「もの」という漢字を崩したものです。2文字「とも」。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。これよりも彼よりも同じように起こするものども。 2人の男が同じように送ってよこすさまざまなものはとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまず2文字「とり。次は「も」これは「い」これは「れん」という漢字を崩したもので「れ」と読みます次はネ「ね」ねぎの「ね」です 下はと2文字色これは踊り字です次はにという漢字を崩したものでにと読みます2文字もち次はてこれは多いという漢字を崩したものでたと読みます下は手そしてり それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。鳥も入れねど、いろいろに持ちて立てり。受け取りもしないのだが、いろいろと持ってきて、門のところに立っている。となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。